皆さんこんにちは、手帳の時間です。今回はバレットジャーナル8月のセットアップをご紹介します。今月のテーマは夏カラーの北欧です。インスタグラムでご紹介中の可愛いフレームをバレットジャーナル用にアレンジしました。まずは8月の表紙を作ります。メインで使うペンは桜クレパス水性サインペンピグマの 0.3mm の黒ペンです。では早速北欧のイラストを描いていきましょう。このイラストを描く前に無印のシャーペンで軽く下書きをしています。ちなみに皆さんは北欧イラストは好きですか？なぜ今月北欧イラストにしたのかというと、まだまだ思い切って外出することができないからです。冬が長く日照時間の短い北欧の人たちは家にいる時間が長いので、昔からいかに家時間を快適に楽しく過ごすかを考えてきました。おうち時間が長くても8月を楽しむぞという気持ちで北欧イラストにしています。シンプルだけど見ていて楽しくなったり、どこかほっとする温かさがあるのが北欧イラストのいいところですよね。色付けはトンボのリアルブラッシュペン553と620のカラーを使います。私はパステルカラーの10本セットを持っていますが、太い線も細い線も本当に使い心地が良くてお気に入りです。色合いが絶妙で本当に大好きなので、インスタグラムでご紹介する可愛いフレームたちはこの筆で塗ることが多いです。例えばこの梅雨のフレームも淡いカラーの青と紫を使っています。こちら別バージョンの梅雨フレームも同じです。簡単に塗り絵ができて、しかも綺麗に文字が書けるのですごくお得でいいですよね。夏カラーの北欧ということで、今回はこの2色しか使っていません。 0.8mm の細芯の方で模様を加えます。今回北欧イラストを描くにあたって少し北欧について調べてみました。日本では北欧インテリアや北欧雑貨がすごく人気ですよね。視線を大切にしたり、独特の色使いだったり愛されるポイントはたくさんありますが、ヒュッケの文化というのも愛されるポイントの一つだそうです。ヒュッケとは居心地が良く心が安らぐという意味を持つデンマークの人々が大切にしている言葉です。デンマークの人たちはこの言葉の通り、自分の家族、生活、時間をとても大切にしています。国民の幸福度がとても高い国ということもすごく有名ですよね。仕事が忙しくて家族との時間が作れない、物に溢れてるけど幸せとは言えないという私たち日本人には、このヒュッケの考え方や価値観から学ぶべきことがたくさんあるような気がします。イラストの真ん中にはオーガスト、8月の文字を記載します。たまにこのスペル間違ってるよと視聴者さんから教えていただくこともあるのですが、8月の文字は大丈夫でしょうか？何度も確認したので多分大丈夫だと思います。中央のイラストの周りには北欧っぽく単純でシンプルなイラストを描いていきます。これは細芯の方でちょんちょんちょんと描いていくだけなのですが、何度も繰り返し描いていくことで北欧っぽさが表現できるのかなと思います。とても簡単ですよね。北欧のイラストって単体で見ると特に目立った印象はありませんが、何度も繰り返し反復して描くことで北欧デザインの特徴でもある落ち着いた洗練された個性を表現できているんだと思います。ということで、あっという間に表紙が完成しました。次はマンスリーページを作ります。マンスリーページは通常表紙の裏に見開き1ページで作ることが多かったのですが、今回は表紙の横に作ってみました。表紙の横にカレンダーを書くのも新鮮でいいですね。8月は子供たちの夏休みが入ったり、後半からは私はブログの先生、ウェブマーケティングの先生をやっているのですが、スクールが始まったり、また忙しい1ヶ月になりそうです。皆さんは夏の予定はもう決まっていますか？なかなか外出ができないという日が続いていますが、8月も楽しい1ヶ月が過ごせたら嬉しいですよね。日曜日と祝日はこのように赤ペンで印をつけています。8月のゴールとかトゥードゥーリスト、メモ欄というのは書く欄が少ないので、付箋などを活用して1ヶ月を過ごしていこうかなと思います。これでマンスリーページが完成しました。
次は週刊トラッカーのページを作ります。週刊トラッカーのページは見開き1ページをたっぷり使って作りました。この上の部分にはまた北欧イラスト、鳥や花を描いていきます。ちなみにこの北欧っぽい鳥ってとても形が難しいと思いませんか？この微妙な形が苦手で、下書きの時点で私は何度も鳥を練習しています。でもこのグニュグニュっとした花はとても描きやすいです。イラストが完成したら次は色付けです。こちらも同じペンを使用していきます。この週刊トラッカーは週刊にしたいことを8コマで記載ができます。その中の一つに私はヨガという項目を作っています。7月からダイエットを始めて、今ヨガクリエイターあやさんのヨガの YouTube を見ながら毎日頑張っているところです。8月も頑張りたいと思います。この週刊トラッカーがあることで、今日も頑張ったぞーと見える化できて、やる気が持続するような気がします。毎日体重を測るレコーディングダイエットも7月から週刊トラッカーがあることで続いているので、8月も頑張って続けていきたいです。上の部分にイラストが描けたら、スーッと線を引いていきます。このページは週刊トラッカーのページなので、ここにハビットと記載します。青いマスキングテープを貼っているようなイメージです。週刊トラッカーのカレンダーはクリアスタンプと付箋を使います。インクは子供の顔ドゥードロップバーサマジックミッドナイトブラックというカラーです。シリコンスタンプとダイソーのクラフトステンを活用します。ちなみにクリアスタンプのスタンプ台もダイソーで購入しました。ダイソーって本当すごいですよね。薄い紙の手帳を使っている場合は、このように付箋などに一旦スタンプを押して活用するのがおすすめです。すべて押したらこんな感じになります。自分の好きな大きさにハサミで切り込みを入れて配置を考えていきます。場所が決まったら早速糊で貼り付けていきましょう。イラストの仕上げをしていなかったことに気づいたので、最後模様を描き込んでいきます。花の中のちょんちょんちょんという模様です。あとは習慣にしたいことを8つ書き記していきます。ということで、週刊トラッカーのページが完成しました。次はウィークリーページを作成します。今月のバレットジャーナルのセットアップは、マンスリーと週刊トラッカー、そしてウィークリーというとてもシンプルなものにしました。いろんなフォーマットを楽しみながら自分の好きな形を探していきたいなと思います。このオーガストという文字の下にはカレンダーを貼り付けるのですが、ダイソーで買ったコーナーパンチを使って角を丸く整えています。週刊トラッカーでも使えばよかったなと後から思いました。ウィークリー最初の週はこのように縦型のフォーマットにしています。定規がなくても線が引けるのは 5mm 方眼の手帳を使っているからです。この上の部分はアイデアを書き出したり、トゥードゥーリストを作ったりするのに活用しようと思っています。ウィークリーの北欧イラストは動物とかお花ではなくて植物のイラストにしてみました。この形が北欧っぽいですよね。中に模様を描くとさらに北欧っぽくなります。
最後は月火水木金の文字を書いていきます。まずはこの細芯の方でこのように記載をして、その後黒いペンでもう一度文字を書いていきます。筆記体で上から文字を書くだけでちょっとおしゃれになります。こんな感じでウィークリーページも完成しました。あっという間にできるフォーマットだと思います。今回はバレットジャーナル8月のセットアップをお届けしました。歩行イラストはいかがでしたか？この動画が少しでも参考になったよという場合は、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムでは可愛いフレームなどを発信中です。ぜひチェックしてください。